Hey, we're back for more Yakuza. Let's leave the house. The house. I'm resisting Ushijima. Go. Yeah. This. Why'd the camera bug out? Oh well. Let's run. See it, okay. Ooh. Nice music. Newspaper. What the hell could it say? Oh, what? 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 What?品田に金貸しとる、あんまり評判のようない氷菓子さんっていうのは。どういうふうに聞いてるか知らないが、これでも結構客からは慕われてるからね。ま、俺としては払ってくれるんだったら誰でもお客様だ。ナイス。あ？なんだお前。こんなにつけて食ってたのかよ。This side, yeah. もしかしてこれ。当然、元金に足しておくからな。ああ、ヤイクス。Oh, well. で、聞きたいことって何？ Yes.
名古屋界隈のことについてなんだけど。おお、珍しいな。あんたがそんなこと聞いてくるなんて。ちょっと仕事で風俗以外の記事を書かなくちゃならなくなってね。それで聞いてんだ。この辺りってのは15年前と比べて何か変化したこととかあるのか。例えばそう、あの名古屋組っていうのもできたのもその頃だって聞いてるんだが。わ、なんだ、あんたら名古屋組について探っとんのか。 What do you mean? なら何にも話せんわ。どうして。俺らは名古屋組に恩義を感じとるんだ。恩義ってどういうこと。 What do you mean? 15年前、それまでの金栄町はひっていうもんだった。 Nightmare. 本日町通りを境目に東上会、近江連合が島争いしとってな。Oof.裏じゃそのとばちりを受けて揉め事や抗争が後を絶たず、治安も相当悪かった。今はこんな平和なのに。当時野球賭博の利権を握っとったのが東上会と近江連合でよ。まあ賭博の利権に限らず、東と西の勢力図のちょうど真ん中にあたるこの辺で勢力がぶつかり合う形になっとったんだ。ほんでもある事件がきっかけとなって二つの国は名古屋から出てってまった。How come? 15年前のワイバーンズ野球賭博の一件だ。 No. 覚えてらんか。ああ、あれか。ま、俺はろくにスポーツも見せんから事件の内容はよう知らんけど、その事件で野球賭博への警察の監視が強まり、それぞれの胴元をやっとった東上会と近江連合が名古屋から撤退することになった。東上会と近江連合と入れ替わりでこの辺を取り仕切るようになったのはその名古屋組だわ。この辺が名古屋組の島になってから15年、極道には変わらんだろうが、それ以来構想もみかじめもなくなって、不名誉の事件が起こった事実と引き換えにみんなそれなりに満足した毎日を過ごしとるんだ。名古屋のための犠牲、点と点が結ばれてきたな。 What dots? あんた名古屋組のボスって男に心当たりはないのか。あんたら何のためにそんなことを調べてるか知らんけど、いい加減にしとけ。ボスが誰かなんて知らん。誰だろうと興味ねえわ。この町の裏側を名古屋組が守ってくれてる。この町で商売する人間にとったらそれだけで十分なんだわ。Hello. たっちゃん、頼むわ、助けて。弟が無理やり連れてかれてまったわ。鳥山さんが誰に。分からんけど男の一人はほっぺたに傷があった。今後を追って名古屋港の62番倉庫近くまで来とるんだけど。ミルクちゃん、Let's go. 高崎さん、俺ちょっと行ってくる。たくよ、お前が行くっつんだったら俺も行くしかねえじゃないか。高杉さんじゃあ牛島さん、また何かあったら聞かせて。ああ、そうそう、このコーヒーはつけじゃなくていいよね。どいああナイス。 Well, what tab? It's already been cleared.And head for the port of Nagoya. So taxi. Wrong way. It was right way. Go. Uno. Uh-oh.Well, you still can. The fuck?And, uh-oh. What the
fuck happened? She's in trouble. Damn. Okay. She's going down, son. Dodge, nice. Oh no. And we're here. We grown. Uh oh. It's him. しっかりして、宇野さん。俺が救急車呼ぶ。シナさん、お前は早く仲間のところへ行け。高杉さん。後で俺も行くから。それまで死ぬんじゃねえぞ。But I'm not finding your ass dead. Okay. はい。I wonder if Takasugi is actually a double agent. Oh, I don't know shit, but I actually know shit. Move. Whoa. Don't touch me. Storage room, right? Yes. Let us go. Yeah. Right, not a gauntlet. Plenty of stuff. Unless. Oh, it's fine. Okay, never mind. Yeah. And gauntlet begins? Oh no, no gauntlet. Okay, no gauntlet. Sucks. Wait, this place looks familiar. Door entrance. Huh. Wasn't this where Kiryu had a gauntlet? Maybe, I don't know. Oh, shit. It's a trap. Miruk-chan, 大丈夫か? Wow, she's moaning like a dog. Ow. Miruk-chan, where did your brother take you? Dad-chan, sorry. Uh-oh. Bonk. Damn. She was the double agent after all. God damn. Uh-oh. Oh shit. It's him. What the fuck? 牛島さん。指令だ。品田を始末しろ。Wait, it's everyone. 忠告に耳を貸さんかったあんたが悪いんだわ。Even the lead from the batting team. 牛島さん。Center. 危険な目にあっとるぐらいの時に手を引いとってくれれば、こんなこと死んで済んだのに。名古屋組の実態探っとったんだろう。これが答えだわ。Damn. 信じねえ。俺は信じねえからな。Oof. 言い残したいことはあるか。15年付き合った中だ。いいごんぐりゃ聞いてるわ。あんたら全員善人のくせに無理して悪ぶったふりしてんじゃねえよ。俺は勉強もできねえバカだけど、人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。
あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。町で俺が危ない目に遭ったのも、酒井さんの事故も全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。そうだ。そうだ。名古屋組っていうのは我々一般市民で組織された組なんだわ。筋門と同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。ちょ、でもそうしなかった。どうしてだよ。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。誰なんだよそいつは。ミルク、はよやってまえ。何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。俺は牛島さん。ええわ、俺がやる。ダム。カチン。Yes。A knife。Come on, man。Just do it then。And nani mota mota shitoru nda? What's this? Hayo shimatsu shin ka? Kubota-san. Kinye no machi mamoru no ni躊躇はいるんだ。Fucking forklift! Holy shit! てめえら、生命保険もかけてねえ人間、勝手に殺すんじゃねえよ。My plan. Damn. Keep swinging that knife, dude. Nice, there we go. That's 2 against 6, 7. Wait, he just left? Come on, man. Don't just let him be good. Oh. Also, I can leave, but I won't. Come on. Stop sucking me. Get out of here too. Okay, just leave. Oh, chasing me. Oh no. Chase event, the forklift is on my ass. Oh no. 3, 2, 1. Run away. Oh, HP. How did that clip me? Oh shit. Wow, nice beam. Come on.
game, you can drive around just fine by me. Ow. Damn it. Oh, okay. Shinada, kochi de! Kochi da! Hayaku! Uh-oh. Holy shit! Boom! See ya now. Oh shit, not a bad. Okay. I'll take it. Is that a crutch? No, oh, two pipes. Oh boy. Wow, can't even break my guard. What a loser. See ya, bonk. Bonk, my dragon essence. Holy shit. SMH, that was great. Oh, stop running away. Fuck. That's a pistol. Wow. Wow. Boom, Superman punch. Ow, my knee. Back by the drop. See ya, nerd. Ow, I got kicked. What do you mean? Oh,
Superman punched. Now let's go for more. Stomp! Oh, no. Boston Crab. Crack. Nameless Katana. Nope. Wow. Wow, okay. You can actually Wow, whoa, 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 whoa. Too much damage, too much damage. Oh, damn it. He went behind me. What the heck? Oh, under the floor. Okay, that means I can use something. Slightly. I'm good enough. Just hold it. And... you. Oh, got my arm broken. What the fuck? Drop. Again. Run away, son. No one, no one. Okay, let's go. Bye bye. Stomp. Oh no. Crack. Superman punch. Don't pull more pressing me. You're a little bit down. Third time's the charm, right? Whoa, 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 whoa. What? How does that happen? Come on, man.
Why does Cannon Father kill me? Oh no, suplex. Good enough for me. Monk. End of this hole. Okay, I can use something else. Oh, no one. And quite a bit. Okay. Oh, how did I miss? How did I miss that? What? Drop. Oh shit. Ah. Oh. My arm broken again. Damn it. Drop. No, he's still running. Okay. Guess beating him 3 times isn't enough. Oh, he does have a taser. Damn it. Stab. Ouch. That kills a man. Chop. Oh, that misses us. Fuck. Uh-oh, wrong one. Whoa! Just a kick. Okay. What can I use? Give me something. Got a bit. Mints, whatever. Stole it. And something. What's now?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  Wait, I just looped, no? Finally! This must be the last time. How am I over here already? Wait, where's my pistol? Bye bye. Stop. Alright, good drop him down again. Bonk. Oh, there's my pistol. Okay. Hello. Have fun. Drops dead. I'll take it. Bonk. In front of the camera. Deja. Uno-san. どうにか一命は取り留めた。よかった。ナイス。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとはな。俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。Wait, what?おい、どこ行く？この町を出て行く。ナイス。出て行くってどこへ？ Anywhere else? どこか知らない町だよ。今度こそ、誰も俺のことを知らない町に行くよ。何言ってんだよ。
確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい？優しかった大家さんか、それともあんたか。おたくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。だよ。ああ、借金ですか。それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようが、たった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ、バカ野郎が。ダマース。It was him! Holy shit. あの時の観客。1年前、お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか？ああ、そうだ。こんなに落ちぶり。Makes me sick. Oof.まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃあ、あのホームランボールをマスクの男に渡したのって俺だ。あの男がお前探して俺のとこに来たんだ。Wait, you're the star? なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな、夢にも思わなかった。ノルメン・ウォールド・スクリーム。ああ、嫌だ嫌だ。じゃあ何を、結局みんな俺のこと知ってたってことですか？ノルメン・ウォールド・スクリーム。ちゃんと返せよ。Then what? 借金とあのボール。And the ball. 結構大切にしてたんだ。Who this? Oh, it's him. Uh-oh. Monobe-san. Hi. Kubota wa shikujiri mashita. Kawatte watashi ga kakujitsu ni shimatsu shimasu. Owari mashita ra hōkoku shimasu.Damn. Manabe-san. Anta mo nano ka? Jesus. Omae ga teki dattara, dou shite ore tachi ni shippo o tsukamaseru youna joufou ataetan da. Shippo? Help you, what the fuck? Ora, Yao-chou wa tashika ni atta to itta dake da. Sore ijou saguru na to kitsuku chūkoku shita hazu da zo. Sonnan de ore ga tomaru to wa omotte nakatta de shou ni.まあ、ほりゃほうだが。だが俺らは腐っても野球選手。勝負の席合に引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃようだ。なるほど。さすが俺が憧れたバッターは、言うことが違いますね。そろそろゲームセットにしようまいか、シナダ。Knife? What do you mean? Mariga Shindemura. Damn. Punk. Missed me. Bonk. Oh, his hand. What the fuck? Jesus. That's a fast roll, dude. Oh, stomping face. Jesus. Kidding me.
Nope, nope, nope. Ow, 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 not my back, not my back. That's my good back. Nope, dodge, dodge, dodge. No, don't. And oh no, we don't. Oh, he's done. Okay. Level up. Ooh, almost a full other level. Shinada. Bonk. わかりやすい人だな。負けるためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ。忘れちゃったんですか。真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。Lose, huh? そうですよね。うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。マナブさん、あんた、本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。Yeah, what the fuck is going on over here? 教えてください。一体誰なんですか。15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。お、I was gonna make a phone call, but その耳で確かめてみろ。Be someone close. Yeah. 声を聞きゃ分かるはずだわ。Well. どうした真鍋？品田の始末は無事に終わったのか？真鍋、どうした？おい、返事をしろ。どうしたんだ、シナダ。おい。It's the coach. 藤田。Yep. 監督だ。Damn! Holy shit. Oh, let's save it up. Nice. Last part. Amazing. I mean, last chapter. Oof. Leading triumph.そうですか。ええ、その件は了解してます。ええ、うん、もちろん私もこれで全て決着がついたとは思ってませんよ。代替わりしたといっても名古屋を守るのが私の宿命だということに変わりはありませんから。ええ、Measures have been taken. Okay. Shinada はちゃんとこちらで始末します。Damn. The fuck? ええ。私流のやり方でね。では。That hair looks like old hay. Oof. Hmm. 私だ。ああ、例の特ダネの件なんだが、そうだ、あのトレードの話だ。無茶言ってるのは分かってる。でもどうにかして勇敢に差し込めないか。頼む。これには俺の野球人としての夢がかかってるんだ。
depends on it. Oof. Oh, I'm an idiot. Now this should be good. Yep, should be good. Damn, how much of a dummy can I be? Oof. Yep, all good. Yikes. Fucked it up. Big fight. Man, it feels like I slept for years. Reported that guy. Which guy? いくつか報告があるんだけど。待て、直接聞こう。例のプレハブ小屋か。すぐにそちらへ向かう。あ。オッケー。We'll step out for a bit. Can I? Okay.Extend the time you are vulnerable during quick step. Sure. Max these nuts. And go down. Alright. Just left and up. Batting center. Oh. Oi, 今どこにいるんだ？ああ、ごめん。ちょっと出てて。すぐ戻るから。緊張感のないやつだ。早く来い。Damn. That was stupid. Stupid premise. Shouldn't have even stepped out. Yikes.Come on, game. There we go. Yeah. And I'm in. Easy. 遅いぞ。You're late, of course. ごめん。Alright. 時間が欲しい。報告を聞こう。わかった。どこから話せばいいかな。What do you mean you're not sure? じゃあ、名古屋組というのは極道組織として存在していたのではなく、この土地の自警団的な組織として15年前から存在してきたということか。Yes, basically. なあ。その名古屋組を動かしてきたのが15年前、俺と同じチーム、名古屋ワイバーンズの監督をしていた藤田さんだ。藤田さん。15年前、この町は東西を二分して、東条会と近江連合がそれぞれ島を持っていた。それぞれの組の資金源がワイバーンズを中心とした八百長による野球賭博だったってわけだ。つまり。お前の球界追放劇の真相は藤田が仕掛けた。東条会、近江連合、両組織の名古屋追放が全ての目的だったってことか。
藤田さんは監督を辞任した後も徹底的に全ての真相を隠し続けた。一方で名古屋組という極道組織があるかのように装い、その名前を利用し極道者の侵入を阻み続けたんだ。まるで海外の秘密結社やマフィアのように。でもまあそれも昨日で終わりで、いくら名古屋組が組織化されてても構成員は所詮普通の人たちだ。こうして真相がバレちまえば彼らはもう何もできない。お前を襲った連中はどうなったんだ？ Who cares? 今朝全員が出頭したよ。Oh, what? 牛島さんとミルクちゃんという俺が一番世話になった人が全員を説得したみたいでね。Damn. 彼らは彼らで15年間ずっとこうなる日が来るんじゃないかって怯えて暮らしてたのさ。辛いな、お前にとっては。Yes. まあね。でもまだ悲しんでられないよ。真相の奥に眠る本当の敵をこの目で見るまで。どういうことだ？昨日の夜、牛島さんたちに拉致された時にはっきり分かった。彼らは決して殺しに慣れてる人間じゃない。藤田さんの指示で動いていたことは事実だが、この数日間街で起こったような事故を演出できるようには思えないんだ。酒井という男が工事現場で事故死したあの件か？それだけじゃない。実際俺も名古屋組のことを調べ始めてすぐ危険な目にあったし、何日か前の東条会と近江連合の幹部が死んだ事故ってのも当然仕組まれた罠だったんだろう。牛島さんたちがいくら名古屋組の構成員だからといって人を殴ることすら躊躇する彼らがそんな大胆な行動ができるとは俺には思えない。絶対に本職の連中が背後にいるはずだ。謎の組織、名古屋組のさらに背後に極道組織があるってこと。なるほど、やはりあの男が関係しているのは間違いなさそうだな。あの男？なんだなんだ、藤田さんの背後にいる人間に心当たりでもあるのか？ Yes. 俺が名古屋組を追いかけていたのはその男と名古屋のつながりを明らかにするため。 I think I know who's the guy is. これ以上のことは藤田から直接聞くしかないだろう。 It's Daigo. Easily it's Daigo. ご苦労だった。約束の報酬だ。え？もう仕事は終わりだ。俺は東京に戻る。お前はここに残って借金の整理と新しい職探しでもするんだな。ちょっと待ってよ、あんた藤田さんに会うつもりなのか？だったら俺も一緒に行くって。俺もあの人にはいろいろ聞かなきゃならないことがあるんだからさ。ここから先は俺の仕事だ。もう手を引くんだ、達夫。え？達夫って、あんた。俺を覚えているか？ Yeah. え？堂島だ。お前と同じ、カムロ西港にいた。カムロ、はい。Oof. Yes, I knew it. え？堂島って、え？まさか、あの？ あれどこだ？堂島君といったら一組にいた学年一位の子の名前だった気がするんだけど、確かに俺は一組だったが、そのアルバムには載ってない。What do you mean? なんで？退学になったからな。卒業してないんだ。Expelled? What? 退学？三年の夏にちょっと揉め事を起こしてな。それで退学。結局引率になっちまった。引率って？え、少年院？カムロ工業の連中とやり合っちまったんだ。
カムロコーってや、Bad Boys Club。 甲子園の東東京予選の決勝で当たったあの都内一の悪高校。あ、ちょっと待てよ。それじゃまさか夏の大会の決勝前日にカムロコー相手にたった一人で喧嘩したっていうのは、俺だ。覚えてるよ。あの時カムロコーのヤンキーたちにうちの野球部の連中が決勝戦辞退しろって脅迫されててさ。でも決勝戦の前日になって急にカムロコーのヤンキーたちが全員病院送りになった。おかげで俺らは決勝戦にも無事出て甲子園に行けたんだ。ナショナルズ、ナイス。で、結局甲子園では1回戦で沢田がいた中京学院に1対2で負けたんだよな。ヒットはお前のホームランのみ。火災の待合室のテレビで観戦したよ。でもまさか君があの時俺らを救ってくれた人だったなんて。でも一体どうしてそんなこと。お前ら野球部が甲子園に出ること、それがあの頃の俺、いやカムロ西高全員にとっての夢だったからだ。夢？ああ、夢ってのは叶える人間がいてこそ思い描ける。まさにあの頃の俺らにとって甲子園出場っていうのは夢だったんだ。ナイス。それが敵対する高校の手によって壊されようとしていた。だが当時俺にはそれを守る腕力があった。だから俺にとってその夢を守ることは自分の夢を守ることに等しいことだったんだ。わかる気はするけどさ、それで退学して少年院ってさ、君がそこまで犠牲になる必要はなかったんじゃないの。バカな話だと思うかもしれないが、人間ってのは勝手に他人に夢を託す。自分の叶えられなかった夢、思いをつけ、その背中を見続ける。そうやって自分の叶えられなかった夢を他人の背中を借りて具現化することで、逆に自分の身の回りで起こる現実を受け入れ生きていくんだ。いつか自分もあの人のように夢を叶えられる日が来るかもしれないと思いながら。だからなんで。当時の俺には夢がなかったからな。でも夢のなかった俺でも人の夢を応援することくらいはやってみたいと思ったんだ。俺は親の家業を継ぐことが決まっていた。俺にとっては高校を卒業することより俺らの夢を背負って甲子園を目指す奴らを応援することの方が重要だったんだ。俺はあの時甲子園でホームランを打つお前の背中を見ることができたから、今もこうして目を背けたくなるような現実に向き合って生きることができているのかもしれない。タソ、お前には勝手に感謝してるんだ。堂島君、ひょっとして今の君の仕事って。東条会六代目会長。まあ今素性を隠して行方をくらませている最中だがな。マジ？ Yes。 だからここから先は俺に任せてくれ。この件、片木のお前がこれ以上深入りするのは危険すぎる。もうお前は十分人に夢を与えてくれた。今度は俺がお前の失った夢を取り戻す番だ。なんだよそれ。全てに型がついたら球界に取り合ってお前の永久追放処分を取り消させる。選手としての復帰が無理ならコーチ、監督として復帰できるように掛け合うつもりだ。今はとりあえずその金を使って身の回りを整理しておけ。安心しろ。今の俺は万力以外の力も持ってる。お前が失った15年俺が巻き戻す。東京に着いたらまた連絡する。それじゃ。ブーン。What the fuck。結局は同じかよ。どういうつもりだ。15年前と同じだっつってんだよ。ヤクザに振り回されて夢失って
ヤクザに助けられて夢を取り戻すだ。そんなんじゃ俺の夢は戻ってこねえよ。誰かの権力を使って球界に復帰したって Fuck shade the connection 意味ねえんだよ。分かってる。だが現実を見るんだ、達夫。このままじゃお前は一生この町でその日暮らしをすることになる。お前は人に夢を見せる側の人間だ。どんな経緯があったにせよお前には球界に戻る資格がある。もっと現実に目を向けろ。過去にこだわってもお前の失った時間は取り戻せない。達夫。うわ、Holy shit! Fighting Daigo. Nice. 勝手に語ってんじゃねえよ。こっちはこの15年、素振り5000回、腕立て腹筋1000回、一日たりとも休んじゃいねえんだ。お前、あんたに言われなくても。俺は自分の手で取り返す。失ったホームランをこの手でな。おお、イエス。力で止めるしかないってことか。Fuck yeah。死ぬと分かっている場所に行かせるわけにはいかない。極道としても、お前の友人としてもな。俺がそんなにやわな男かどうか確かめてみようかな。覚悟はいいな、達夫。ああ。太鼓道場。Fuck yeah。This is getting fun。Damn, that fast. Okay. Wow, I got fucking bonk. Throw me off the roof, throw me off the roof. Getting thrown. Oh, nice counter. Bonk. Stop feeling it.Okay, that's why he didn't do anything. Oh, I got Superman punched. What do you mean? Oh, that was stupid. That was stupid. Bang, 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 bang.Damn it! It's actually good.
every time. No, 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 no. Really? Counter is actually that? Okay. Wow, okay. Sliding up. Suplex! Bong! What now? Bong. Bong. Give a hit. Oh, boom! Nice. Easy. やるな。 Well done. どうや? これなら 文句ないでしょ? No. Well, yes. あ、俺の負けだよ。 よし。それじゃ。ドゥトーキョ。ナイス。一緒に東京に。もう止めはしない。好きにしろ。達夫、もう動けるな。あ、任しといて。 Good to go. なら、今のうちにできる限りの準備をしておくんだ。東京で何が起きるかわからんからな。はあ。ああ、わかった。オッケー。Leave. That's it, Toby. I'm gonna. Okay. Boozer's load. Sure, why not? Alright, I can do the thing or I can just leave. Ah, let's just leave. Tatsuo. Yes, let's go. Ah, okay da. So ka. Jaa ikuzo. あ、ちょっと待って。あ、行ったそばから何だ。悪いんだけど、先に下降りててもらえる。うん。ごめんごめん、お待たせ。 もういいんだな。ああ、行こう。 What about the monies? なんか、ちょっとすみませんよ。悪いね。全く手持ちの金なくて。 But despair. はい、お釣り。うん。ああ。 But, hey, welcome back. By the way, the masked man was Daigo, by the way. おい。え?これでも素性を隠して行動してるんだ。頼むぜ。And you missed an important part. Sweet, sweet teleport. 結構ヤクザってのも大変なんだな。 なんなんだこれ。だから大声出すなって。うん。これってあの沢田のことか。俺はとんでもない勘違いをしていたのかもしれない。
何のことだ。堂島君は先に東京行って。何？俺はちょっと行かなきゃならない場所があるから。おい。あー、ごめん。By the way, there was a forklift chasing scene. Oh yeah. Yep, and you missed it. Maru? Left to watch the VOD, yes. どこ行きはったんだ、あいつ。ボールとお金返します。余ったお金は息子さんと娘さんのプレゼントにしてください。 So, we found out that he was the fan that got the ball after the home run. He was the fan. And we found out that everyone was in the Nagoya. Milky-chan, the butcher, the food patron, the Momo manager, everyone was on it. In it. まだ結婚もしてねえっつの。Not even married. Nagoya Wyverns.I like how they show the name in kanji, but it's not translated in subtitles. Oh yeah, and I had a little bit of a hiccup. 2000 dropped frames. My fault though, so eh. Sawada! Oh. Uh-oh.沢田、お前なら俺がここにいるってわかるんじゃないかと思ってたよ。よく来てくれたな、シナダ。勇敢を見たよ。まさか球界のエースであるお前が万年 B クラスの Y バーンズに移籍するなんてな。驚いたよ。藤田さんとの約束だったんだ。15年したら彼の仕事を俺が引き継ぐってな。Damn.気づかなかったよ。藤田さんの球界復帰が名古屋組の代替わりの予兆だったなんてな。そうなんだろ、沢田。Look at that. お前、俺がこっちの出身だってことは知ってるよな。Yes. ああ、中京学院のエース。名古屋が生んだ10年に一人の天才。それがお前の高校時代の呼び名だった。だが人生ってのは不思議なもんだな。くじ引き一つで名古屋出身の俺が東京に、東京出身のお前が名古屋のチームに入ることになっちまうんだからな。結果お前は全く関係のなかった名古屋のためにその野球人生を奪い取られる羽目になった。そして俺は誰もが認める球界のエースとなった。でもお前はこうしてまた名古屋に帰ってきた。これも全て名古屋組を藤田さんから引き継ぐためだというのか。ああ、そうだ。ナイス。どうしてだよ。どうしてそこまでして名古屋組なんかを守る必要がある。今のお前にはもっといろいろ守らなきゃならないものがあるはずだろう。
And? 高校の時の友達に言われたよ。俺らは夢を見させる側の人間なんだって。俺やお前はただ野球やってるだけじゃないんだ。このグラウンドに立つ人間はいろんな人間の夢背負って野球やってんだよ。もう聞いてるだろ、牛島さんや真鍋さん、名古屋組の構成員だった人たちはみんな出頭した。そうだ、もう名古屋組は終わりなんだ。悪いことは言わない。これ以上名古屋組を使って誰かを苦しめるようなことはしないでほしい。やはりお前は何も現実が見えてないようだな。何？何？名古屋組が終わったなんてことは分かっている。俺は最後の仕事をするために名古屋にやってきたまでだ。Kill me. 最後の仕事？お前だよ。名古屋組のことを知りすぎたお前を始末する。それが俺に指示された。Yikes. 最後の仕事だ。さまだ。今朝警察に出頭した人間は全員釈放されたよ。Has been released. 警察は何事もなかったように処理する方針だ。なんだって。So Hinata fucked up twice. この一件はお前が思っている以上に大きな力によって操作されているんだ。警察すら動かしてしまうような強大な力を持った人間によってな。どういうことなんだよ、沢田。誰なんだよ。お前にこんなことさせてるやつってのは。それは。あいつら。オミ。俺の見張り役の連中。オミ連合の人間だ。オミ。どうしてオミが。あれが答えさ。藤田さんも俺も、so, ずっとオミ連合のある組織によって動かされていたんだ。Holy shit. ある組織って、オミ連合の出身団体、神戸黒羽組。コービー。名古屋組はそれまでずっと名古屋を仕切っていたオミ連合の連中を追い出すために黒羽組が中心となって作った組織なんだ。つまりオミ連合内の島争いによってできた組織だったんだよ。One part of Omi leaves, another just goes in. Omi 連合を追い出すためだと。そして俺も藤田監督もその黒羽組に魂を売り、夢を手に入れた人間の一人だ。なんだと。シナダ、俺はな、not the genius. お前が思っているような天才でも立派な野球選手でもない。あの甲子園だってそうさ。俺は黒羽組の力を借りて優勝したんだ。そんな、まさか。本当だ。黒羽組は対戦する高校の監督の買収から選手への賄賂まがいの脅迫、手段を選ばず勝つための手段を取った。まさか豊戦でカムロ校の連中を使ってうちの野球部に妨害を入れたのも。そう、黒羽組の仕掛けだ。Jesus, son. まああの時はお前の高校のやつに邪魔され計画はうまくいかなかった。ダイゴ、That was ダイゴ。それで俺らとの一回戦だけはガチの勝負になっちまったってことか。道理で俺が気づかなかったわけだ。Damn. つまり俺にとっての甲子園とは一回戦だけが実力勝負、実質的な決勝戦のようなものだった。純真無垢の天才バッター、品田達夫を抑えることさえできれば甲子園の優勝は約束されていたからな。Jesus. そして俺はお前に勝った。結果1回戦で負けたお前はドラフト会でワイバーンズに拾われた。逆に俺は高校球界の至宝と言われドラフト1位でギガンツに入団したんだ。どうして黒羽組がそこまでして俺を甲子園の優勝ピッチャーにさせたかわかるか。いや、why? まさか。そうさ、ギガンツ対ワイバーンズ戦、俺が登板するすべての試合で黒羽組の計画に乗っ取った野球賭博を成立させるためだ。誰にもバレない、展開の荒などに左右されない、
完璧な仕掛けの野球賭博を仕掛けるためにな。Damn. そんなことが。そもそも野球賭博ってのは八百長を仕掛けるのが難しいギャンブルだ。いくら投手を買収したところで相手バッターが打ってくれなきゃ勝たせられない。いくらバッターを買収したところで相手のチームが点を取らなきゃ負けさせられない。だがワイバーンズのスタメン全員と監督、それに対戦チームのピッチャーが俺であれば、完全な八百長が仕掛けられるってわけか。そういうことだ。だが完璧な計画とはいえ、一度だけ八百長に失敗したことがある。 So Shinada fucked all of them. お前がホームランを打ったあの試合だ。 Holy shit. シナダ、あの日の黒羽組の指示は0対1でホームのワイバーンズが負ける予定だった。だが9回裏までギガンツのバッターはワイバーンズから1点も取ることができないでいた。いくら相手を勝たせたくても点を取ってくれないことには話にならない。だが露骨なエラーをさせて相手に点を取らせることもテレビ中継の手前都合が悪い。焦った藤田監督は内野経験のないお前をわざとセカンドの酒井に変え代打に送った。俺がお前からは打てないと藤田監督は踏んだってことか。藤田さんは誰よりもお前の得て増えてを知っている人だったからな。それで監督はカーブを投げるようお前に指示を送ったのか。ああ。じゃあ7球目、yeah, why the first ball? あのストレートはどうして投げた。藤田監督の指示を無視して俺との勝負をつけたかったのか。沢田。違う。あれは監督、oh? 藤田さんの指示だったんだ。なんだと監督の。 Wait, what? ああそうだ。あの時俺にストレートを指示したのは他でもない藤田監督だったんだ。Right? どうして、どういうことなんだ沢田。それは something's gonna happen。 喋りすぎだぞ沢田。 You talk too much。 お前が打たないなら俺が打つ。まあその時はお前も始末することにはなるかな。分かってる。名古屋組の連中は名古屋組が黒羽組に裏で操られていたという真実を知らない。彼らは名古屋という町を守るために藤田監督や俺を信じ指示に従ったに過ぎない。それは信じてやってくれ沢田。覚悟はいいな、シナダ。And Duck。シナダ、死ねえ。Holy shit, bunk. Holy fuck.どうして。 That was fucking amazing。 やはり知っていたのか、ギガンツの際。 Yes。 まあね、相手のサインを研究するのはバッターの基本だからな。 Uh-oh。 And I'm gonna beat all of them up。 Holy shit, there's 3, 6, like 20 of them。さだ、どうして俺を助けるような真似したんだ。ずっと知りたかったんだ。どうしてお前が俺のあのストレートを打てたのかをな。それを直接聞くまでは殺すわけにはいかない。そういうことだ。なるほどね。
で結局お前15年前のホームランはサインを盗んでたのか。さ、その話はお互い生きてたら話すってことでどうよ。それでいい。Nice. Oh, I think this is the final shot on for Shinada. Another part. それじゃ行くぜ。Yeah. Let's go.Goroha family. Nice. What? How does that happen, dude?Stun gun, hello. Zap. Zap. Uh-oh. Uh-oh. Oh, it's just twice. I just blanked. That is fucking great. Ow. Ow.And throw. Whoosh. Bang. I love how it bleeds from the mouth after the throw. Wow, whoa, 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 calm down.Wait, what is the bat? Wow, getting gang banged by four people! Nope. I love how there's a... There's a drink at the home plate, and there is one... Oh no, it's just the home plate. Damn.But the bat just breaks. Okay, fuck the game, man. Back button drop. Whoosh. Alright, time for some weapons then. Like, what happened? Bonk. Suddenly we're at home plate. Okay. Bonk. 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 Holy shit!Boom! Wait. Jesus fucking Christ. That was fucking amazing. I love the skyrocket. Everyone loses. Hey, I love it. 生きてるか、シナダ。Somehow.
それじゃあ教えてくれ。どうしてあの時お前はホームランを打てたのか。その前に一つ教えてくれ。どうしてあの時藤田さんはストレートを投げろと指示したのか。First why, then after yes。教えてくれ。藤田さんは conflicted 迷っていたんだ。By what? 迷っていた。あの試合の前夜、金栄町のバーで藤田さんと飲んでいた時に聞いたんだ。I suggest refreshing the stream, by the way. 俺はこの4年ずっと悩んでいた。お前ほどのピッチャーにこんなことをさせていていいのかって。何言ってるんですか、藤田さん。俺らはこうするしかなかったんです。もう迷ったって仕方ない。たとえ明日、品田と対戦することになっても、俺は藤田さんの指示に従うだけです。カーブか。カーブボール。確かにあいつは変化球に弱い。なあお前、本当はストレートで勝負したんじゃない。Certainly a fastball。お前にとって品田は永遠のライバルだろう。そんな勝負を犠牲にしてまで。今さら後戻りはできないんです。Spin is done。俺たちに失敗は許されない。さあ、オーグルフ。分かってる。そんなことは分かってる。だが、その直後、藤田さんは俺に言ったよ。品田だけは八百長の道具にしたくない。あいつは天才だ。あの才能を汚すくらいなら俺が球界を去りたい。なんだと。15年前のあの試合、もしお前がホームランを打たなかったとしても、遅かれ早かれワイバーンズの野球賭博疑惑はリークされていただろう。黒羽組の目的は野球賭博の存在をあえて明るみにして、警察の力を使うことで名古屋を支配していた近江連合と東上会の組織を追い出すことだったんだからな。 So no matter what we did, okay。だから藤田さんは決断したのさ。人生を黒羽組に捧げる代わりに、自分にとって一番大切なものを守ろうってな。 Damn, that's some good closure。 大切なもの。大好きだった野球への思い。 No, love for the game。 それを持ち続けられる人間をだよ。 Okay, okay, fine with that。藤田さんにとってお前は八百長にどっぷり使ったワイバーンズの選手の中で唯一その思いを託せる人間だったんだ。だからそのライバルである俺に真剣勝負をさせた。藤田さんは大好きだった野球を捨て去る前にその目で見たかったのさ。I wonder when、Sawada asks, how did you do it? And Shinada's gonna say, oh, I knew that, signs actually. he was denying all this time. さあ、早くここから出よう。黒羽組の追手が来ないとも限らない。お前のホームランの秘密は後でゆっくり聞かせてもらう。Well.Well, Shinada. What? Oi, Shinada, what are you doing? 邪魔だよ。こいつらがいちゃ。Oh, he wants to pitch. And hit.
急いで片付けよ。グラウンドが汚れる。は、何言ってんだお前。決着をつけよ。ナイス。俺たちの勝負に。Wait, just stack them up behind the base. And if it's a strike or a ball, it's gonna hit one of them, so it's fine.やるのか本当に。ああ、知りたいんだろ、ホームランの秘密。勝負すればわかるというのか。ああ、わかるさ。No doubt. Yep. お前が15年前よりヘボになってなけりゃな。まさかお前本気で打てると思ってるのか。いや、yeah. もちろんだ。来い。Like I said, Morthag is gonna be here soon, and it's been like a few hours now. Strike. Hey, すごいじゃん。15年前、お前が打ったストレートはこんなもんじゃない。まだ刀らしだ。さあ打ってみろ。俺のストレート。My real festival.But let me make it. Actually, me make it. Foul. ずっとお前が打ちたがっていたストレートだ。どうした？あの時のホームランはまぐれだったのか？あ？早く次。投げろ。Well.He's gonna throw all the balls away. Bush. See ya. Boom. Oh, come on. Kochi no shitto wa utanai te ga. Omae.何考えてやがる。次だ。ナイス。いいだろう。次が7球目。It's the seventh pitch. 15年前と同じ。That's why. 次の球で終わりだ。Holy shit. Fuck, I clicked!Damn it, I clicked! Fuck it. Fuck me. I was still busy watching the cutscene. I was like, oh, holy shit. Next time, the end is over.Into the stands. See ya. Home run. どうして、どうしてカーブを投げるって分かったんだ。I knew I was gonna throw a curve. 分かってたんじゃない。待ってたんだ。ありがとうよ。俺は15年間ずっとお前のカーブを待っていたんだ。きっとな。15年って、お前、20年前の甲子園、俺はお前のストレートで三振した。それから4年間、俺はワイバーンズの2軍で毎日お前のストレートを打つことだけを考えて練習し続けた。そして15年前のあの試合、俺はお前のストレートを打った。でもカーブは打てなかった。Damn. あの試合で藤田さんがもしストレートのサインを出さなかったら、お前がカーブを投げ続けていたら、
So he didn't know the signs. 打てなかっただろう。あの日、俺はお前からホームランを打った。自分の力で夢を叶えたと信じていた。でもそれが監督やお前の情けで叶ったものなら、そんなもの嬉しくもなんともない。シナだ。真実を教えてくれてありがとう。15年間。Took a while. 15 years. A while. Okay.俺もやっとこれで引退できる。ありがとうな。そうだ。Zavala, you son of a bitch. Alright, finale! I guess. Oh, that wasn't. Okay, my bad. What's this? Oh, it's Daimon. おかしなもんですな。もっと早くこの決断ができていれば。大悟、大悟、大悟。なかったのに。告発文です。明日の新聞の一面にこの手記が掲載される予定になってます。もう終わりにしましょう。それが私たちにとって一番の。Holy shit.Who is it? Damn it! Yeah, suicide, sure. Ooh. Who is it? Omi. Ooh.Finale! We're actually finishing the game tomorrow. Damn. Thought we were gonna do Saturday finale. A legend returns. Kiryu, right? Kabocho Tokyo. Okay. Kamurocho.That's what it says. I think. Kiryu! Uh-oh. Baba.Gather information on what?Someone's tailing me. It's been a long time since I was here. Oof. New Serena would be a good place to start. Wow, it's literally 5 feet from me. Oh, come on! Level 18. Imagine that. Alright, no. 6 and 8. Items. Oh, okay.Let's get used to Kiryu again for a bit. Nice. Oh, he escaped! Son of a bitch. Honestly.
Look at the size of Kamoji. Lucidina. Oof. Chilling. Nobody's here. Sure. No way. Baba is still there. Stardust. Okay. Wait. Kazuki Yuya. Well, you know Yuya is not there, dude. Power things lately. Past few days. Ooh. So definitely has been doing that. They're just gone. Thanks for the time. Okay. The vacant lot was public. Part 3 is a good place. Oh boy. The old stomping grounds, eh? Where did the whole fucking thing start? I think. Dragon King Essence. Oh shit. Cream. Okay. Nice. I like how it looks at us while doing this. You got katana and this nicked blade. Hey, not bad. Wait, what? Seriously, that was impossible unless you know someone. Well, one's for you, Tonka-chan. The juiciest steak ever. I'm gonna order a huge slab of nice bloody meat. That's what she said. Move. Gang gets beaten up. People having casual conversation, walking by like nothing happened. Well, it's life in Kamurocho, right? Oreo tsukete iru koto wa wakatte iru. Koso koso shite nei de dete kitara dou da? Damn. Yahari o kizuki deshita ka? Sasuga desu. Baba. Kiryu Kazuma-san. Desu ne. Omae wa dou shite ore o tsukete ita? ある人からあなたが東京に現れると聞いて Imagine him just sitting there for days. At that exact spot. 福岡でのご活躍も聞いています。たった一人で青山会長代行の計画を阻止したとか。Yes. 堂島の竜は健在。It's breathing fire again. といったところですか。その口ぶりじゃ森永の手下ってとこだな。手下というよりは協力者という方がいいかもしれませんね。自分と彼は杯を交わすような間柄じゃありませんので。Like two, three weeks since, つまりお前は登場界の人間ではないと。ええ、同じ目的のために集まった同志といったところです。Can't remember names. キリュウさん、一つ確認させてください。なんだ。東京に来たということは。To convince you're prepared to get involved in this matter. あなたも関わる覚悟ができた。He's already involved, dude. と考えていいんでしょうか。答える必要はない。
その様子だとすでに決意は固まってる感じですね。安心しました。どういう意味だ。Good. いや、真島組長が死んでなお、あなたが福岡から動かないようなら、いろいろと計画を修正しなければならないところでしたからね。真島はお前たちが殺したのか。Yes. さあ、仮にそうだったとしたら、Don't forget, Goro is not dead. ここでお前を倒し、黒幕の居場所を吐かせるだけだ。わかりました。では、あなたの決意が口だけではない。Oh, we're fighting Baba. Okay. その拳で証明してみせてください。Who's pulling the strings? 行きます。手加減しませんよ。Shigeki Baba. Hey, not that music.Ow, my neck. Damn grappler.Oh shit! Inverted fireman carry. Wow. Whoa, that was some damage. What do you mean? SMH. Hit. Eat bike, son. What? Wow, he's actually kicking my ass.I got stunned. SMH, what the fuck is this? No! Damn it. Wait, he's not regarding. How am I not doing damage? What about now? Nope.SMH. Come on, drop you, son of a bitch. Beer case. Wow.Drop. Not yet, I guess. What? The bike broke. No, not the bike. Oh, not. And the stomp for good measure.How does that happen? I move away. It just picks me up. Okay. I'm mad now. I love it. No counter to the grab. Bonk. Whoosh, whoosh, whoosh. There we fucking go. I forgot how to fucking parry. There we fucking go. Well, nope, not dead.
Oh, son of a bitch to grab again. There we go. The legend about you. やはり伝説の極道の名は本物ですね。お前が口を聞ける程度に手は抜いたつもりだ。早いとこ、お前の知っていることを喋ってもらおうか。やっぱりか。Just like him. あなた。Like who? あの人と似てますね。あの人。サイジマ。サイジマの兄貴のことです。サイジマだと。どういうことだ。お前サイジマを知っているのか。あなたなら私たちの計画を止めることができるかもしれない。ご無礼をお許しください。キリュウカズマさん、私ババシゲキと言います。挨拶はいい。早く話を聞かせる。わかりました。今、あなたが巻き込まれている事件の裏、森永がやろうとしている計画、そのすべてについてこれからお話しします。少しの間、お時間いただけますか。ああ、いいだろう。その前に、場所を移してもいいでしょうか。できれば、内密に話しができると。 How much more private can you get? 助かるんですか。 You're behind the house. 逃げるつもりじゃないんだろうな。俺は一度札幌で西島さんに頼んで見逃してもらっています。 Oh, look at that. There's a shiny above. 西島の兄貴の恩義に応えるためにも、これ以上逃げる人生を選択しようなんて思いません。西島とどういう関係なんだお前。ね、その辺も含めお話しします。okay. 今はひとまず場所を変えましょう。キリュウさんにゲロったことがバレたら俺の身が危なくなりますね。そうだな。すぐ近くにあるニューセレナという店なら買うべき。そこでなら人に聞かれることもないだろう。わかりました。それじゃあそこに行きましょう。I mean, it was just locked. Shiny, hello. What is that? Tahi Boulevard Locker Key C1! Hey, nice. More shiny? Look at that, more shiny.So we're gonna be here a while then. Let's beat those guys up. Yakuza. Oh! Holy shit, my neck! Powerbomb! Yes! Fuck yeah, powerbomb, dude. I love it.Who doesn't love a fucking good powerbomb? Come on. Stop! Come on. Love it. A great powerbomb is super good.10k yen. Yeah, sure. Why not? And here we go. No rush. Do we have anything else to take care of before going in? Just go in. Unless I want to go down to the purgatory. Look at that. It's Mama and Baba in one room. 久しぶりだな、ママ。ちょっと内密な話がしたいんだが、場所を貸してもらえないか。そんな水臭いこと言わないで。せっかく久しぶりに来てくれたんですもの。今日は。貸し切りってことにしておくわ。すまない。How great is mama? 何か飲む？いや、
大丈夫だ。そう。じゃあ私は奥にいるから、何かあったら呼んでね。ああ。うわ、ナイス。それじゃあ、お前の話を聞かせてもらおうか。はい。それじゃあまず、森永が描いた絵について説明しましょう。So, Morinaga is the big bad here, right? 今更説明するまでもないことかもしれませんが、現在、東条会と近江連合は全面抗争の危機を迎えています。Okay. 大吾から聞いた。五分の杯を交わしていた近江連合の七代目が、病気で余命いくばくもないと。ええ。七代目が亡くなってしまえば、東西で戦争が起こるのはほぼ確実です。それで、東条会は焦って、福岡、okay. 札幌、名古屋の極道組織を味方につけようと、名古屋as well. 幹部陣が各地へ飛ぶことになりました。Huh. 名古屋には、若頭補佐の安住、札幌には真島さん、そして、福岡には堂島会長が。そして大吾は、福岡で行方不明となった。会長代行となった青山、それに、森永の裏切りによってな。そうです。当初の計画では、堂島会長は山笠組のまだらめと共に殺されるはずでした。しかし計画は失敗。堂島会長とまだらめを取り逃した青山さん、勝手に計画を変更しようとしたんです。計画の変更？ええ。青山さんは堂島会長がいない隙に、東条会を乗っ取ろうとしたんですよ。しかし青山さん、それに森永の本当の使命は、東条会を奪うことではなかった。むしろその逆、東条会を売ることだったんです。Jesus. 売る？まさかその相手ってのは。そう、近江連合です。青山、森永は最初から近江連合に買収された人間だったんです。そんなことが。彼らの目的は2つ。1つは堂島会長に真島さんら現東条会幹部の暗殺、そしてもう1つは俺か。ええ、あなたや冴島さんといった今組織から離れてる人間を監視し、東京に連れ戻すことにありました。理由は1つ、あなたたちを東京に集めて殺すためです。どうしてそんな回りくどいことを。殺す必要があるならわざわざ東京に集める必要などないはずだが。東京じゃなきゃダメなんですよ。近江連合にとって東条会は2人の伝説の国道イコールなんです。堂島の竜と呼ばれた桐生一馬、それに18人殺しの国道冴島大河、その2人の首を取ってこそ手に入れられる大門なんです。Wait, Saejima, what about Goro? 俺たち二人を東京で殺すことで、東条会を名実ともに手に入れるつもりだと。はい。近江の狙いは、カムロ町の島だけじゃありません。Oh, leader. 3万人と言われる東条会の兵隊すべてを手に入れたい。無傷のままでね。そのためには、全面戦争を避け、最も効率のいい方法で手に入れる。あなたたちは、そのためのキーマンだということです。ということは、冴島もすでに東京に向かっているということなのか。おそらくは。刑務所から連れ出すところまでは私もご一緒できたんですが。冴島とお前の関係は、随分奴のことを知ったような口ぶりだ。Papa is not even looking at Kiryu. 一緒に脱獄しました。もちろん、私はそうするように仕向けた側の人間なんですが。そういうことか。Damn. 私は青山、森永と同じ立場、近江の指示に従って動いている人間です。私の役目は冴島さんを脱獄させ、真島さんの死を追うように仕向けることでした。結果、冴島さんは脱獄、計画通りにことは運んでいたんですが、途中いろいろあって、俺は冴島に心を動かされたってところか。その通りです。俺は冴島さんに惚れてしまった。
だから今こうしてあなたに全てを打ち明けているということです。ケイル knows fucking everyone。それでこの事件の黒幕は誰だ。Whose beans are they？ 大見連合といっても若頭の渡瀬はそんなことを知ってるような態度には見えなかったが、それを説明するには大見側の事情も説明する必要があるでしょう。Okay。 アトメ争いのことか。そこまで知っていましたか。そうです、7代目の既得が伝えられたからというものは、大見連合内では3つの二次団体によるアトメ争いが激化していたんです。大阪北を拠点に組内最大の武闘派集団を組織する若頭渡瀬組組長渡瀬マスク、兵庫に地盤を持ち7代目の信頼も厚かった若頭補佐高千組組長高千尋氏、そして大阪の南で産廃処理などで巨万の富を築き上げた本家本部長、大阪工業の会長勝谷直樹、その中でも最も後目に近い人物として見られていたのが若頭の渡瀬勝です。だが渡瀬はこんな狡猾な絵を描くような男じゃない。それに高志という男も確か名古屋で死んだはず。となると残りは一人。ええ、今回一連の騒動、私や青山、森永を使ってこの映像を描いていたのは、Oh, come on! Cutscene! Yes. Wait, what? Come on, Watcher Hills. Saijima, hey! どうした？感慨深そうだな。Does that say control?Cigarettes are called control? Okay. ちょっと待っとけて。ずいぶん長い用事やったんやな。Been that long. 悪い悪い。ちょっと組織内でごたごたがあってね。まあいわゆる、うちはもめってやつだ。府警内部でか。まあな。長いこと事件を追いかけてると、途中で青臭いこと言って抜けたがるやつが一人や二人必ず出てくる。その後始末さ。夢がどうだろう。いい大人だっていうのにバカバカしい。俺が逃げ出したらどないするつもりやったんや。まあそん時はそん時、警視庁に頭下げてローラー作戦でもかけりゃ済む話さ。分かっとらんようやな。この町の深さが、一度地下に潜ったら最後、警察がいくら探しても見つけられん場所もあるんやで。カムロ町地下街逃げ水道。I meant the sort of one. 最後の河原のこと。お前の逃げそうな場所ぐらい分かってる。あんまり舐めるな。警察を。で、俺は何したらいいんや。警察の代わりに森永を探してもらう。ナイス。森永を。ああ。福岡での事件後、森永が東京に帰ってきたところまでは、府警の方でも足取りをつかん。I forgot the incident. Fuck. だが、その後の消息がわからない。東条会本部には戻ってへんのか。ええ。一応会長代行だった青山に手をかけたんだ。今の森永が東条会に戻れるはずもない。そしたら森永はどこに？だが、それを探すのがお前の役目だ。Somewhere in this town。やつがこの町に潜伏しているのは間違いない。だが、東条会からも命を狙われる男が潜伏する先といえば、地下っちゅうことか。ああ。おそらく森永は地下に潜伏し、事件の黒幕に接触する機会を伺ってるはずだ。今警察の人間が地下に潜れば、森永が警戒して再びどっかへ姿を隠す可能性もある。だからお前に探ってほしいんだ。 OK, I can do that. For this.
But that's that was the guy, Yomi guy from Haruka's one storyline, or well, part of the storyline. Nanya, Shiryai ka? Ima no kuruma ni notte ita otoko, Oumi Rengo no oumono da. Oumi ya to? Sore ni shite wa katagi mitai na minari shitotta na. Katsuya Naoki, 45歳。元役者で今は大阪にある大阪芸能という芸能事務所の社長をやってる。だがその裏で現役の近江連合の直参大阪工業の会長という顔も持ってる。容姿端麗で紳士的、世間的には青年実業家として名が知れているがな、今近江連合で最も八大門座に近いと言われる男だよ。勝つやか、どっかで聞いたことあるような名前やな。知ってるのか。いや、せやけどなんで近江の男がカムロ町に。さあな、やつは表の顔がある分自由に各地を動くことができる。表の家業の用事なら何の問題もないんだが、一応調べておく必要がありそうだな。どうする。俺は森永と勝也、どっちを追えばええんや。森永、勝也のことは俺が調べる。お前は予定通り森永を追ってくれ。わかった。明日またこちらから連絡する。Tomorrow, okay. それじゃ。Nice. Wait, how about my cigarette? Damn it. And for that sort of thing, there's only one place to go first. Purgatory. Hey, got it.Under the manhole in Children's Park. What you want? Really? Weapons now, okay. Wait, this wasn't here before. Oh, it's... Wait a minute, wait.Go up here. Yeah, it's the thing that the Majima Construction Company built. There used to be a toilet over here, and you go into the area. And now they built this shit, a mall. Imagine building a mall. Oof. Yeah, remember? All of this was just a wall.What items do I have? Oh, I have plenty, okay. Skyrocket, nice! And plenty of fucking shit. Abilities. I'm not. Nice. Not far from level up, so. Hello.Jesus. Jesus just falls over. Bonk.Oh, more people came. Okay. Nice push. The watch is just. Oh, wait. Four. Okay, I can use one then. Slide. Dead.
Hit to the maximum level. Ah, the ship one. Okay.Alright, okay, this way then. Wait, there's all, actually cars here. Nice. Oh, come on. Bye-bye. Boom! Fucking bulldogged as well. Nice. Catch. Oh, what? Fuck off. Children's Park. Oh yeah, this one. Oh, it's some fat guy. Victory Road? Just wait. Gang members, okay. I'll just do it. Spine gone. That's it? You need the one hit on it, okay. Into the railing. Bonk. Oh, and a fucking fist. Ouch. Okay. Bye-bye. Here we are. Shiny, give me shiny. Nice. I remember last game only Sajima could just walk through that. And Kiryu needed something. Imagine me remembering that but not remembering the names. Yikes. Hello. Imagine fishing the source. Oof. Hello. Purgatory. Please has changed a bit. Forest. Another fishing spot? What the fuck? Ooh! Am I gonna find someone?
besides the florist? 久しぶりだな、サイジマ。Still naked as ever. Love it. サイの花や。相変わらずのようやな。そういうお前さんの方こそ、相変わらず厄介な人に巻き込まれているようじゃないか。沖縄に続き、網走まで脱獄してくるとはな。あんたのことや。俺が脱獄してまでここに来た理由。もう分かっとんのとちゃうか。But you even know I'm here. まあ、見当はつく。今全国各地で起きている極道関係の大騒動、そしてそれに絡んで殺された真島五郎の死の真相について探っている。そんなところじゃないか。話が早いで助かるわ。Lead on the culprit. せやけど犯人の目星はもうついてんのや。ほう。Oh, is the florist gonna say that he's not actually dead? 森永中男を追ってるんや。ほう、森永か。何日か前に福岡からカムロ町に戻ってきて潜伏してるらしい。森永の居場所を教えてほしくてここに来たんや。ただでとは言わん。何か情報があったら教えてくれ。面白い日だな今日は。実はもう一人来ているんだ。森永の行方を教えてほしいと言ってきた。Who was it? 秋山？ Or kill you？ 一体誰？それは教えられねえ。と言ってどこだかな。今日は特別に教えてやろう。It's your lucky day. Nice. ついてこい。Underground Coliseum. Oh, fuck me.That's in Tepura. Jesus Christ. I'm not that big of a dummy. Yeah. Do not know where the underground Colosseum is. Save it up. Isn't that the guy that was chasing us? All of us? This way. Nice. I love how they're just standing still. あいつだ。Koi. Okay, and... Wait, that's the guy that fought Kiryu. This one, the in the red trunks. Aizo! He's not dead! Dari, あいつ。He's not dead. 森永の射程で一緒に堂島大吾の護衛をやっていた相沢という男だ。森永の射程。Holy cow! How is he not dead? ああ、あれが実に面白い男でな。兄貴見つけるまで死ぬわけにはいかねえんだよ。ダメ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 。That's over, son. あかん。お前に死ぬであいつ。He's a, that voice is so beautiful. Wow. Son of a bitch.
くんなら殺す気だこやろ。ほっほっキーボン。Oh, he's out of it. What the fuck, where's Pants and shooting the boxing himself for the death? Jesus. Holy shit. Hunter. Damn. Wait, what about the other guy? Is he dead? そんなことがあったんか。ええ。俺は森永の兄貴に捨てられたんです。それだけじゃありません。兄貴にはたくさん裏切られた。あれだけ真剣に堂島会長を助けることだけを考えて頑張ってきた兄貴が。どうして。How is he not dead though?お前、ほんまに森永が何しようとしてたか聞かされてなかったんか。はい。兄貴が山笠組本部で青山代行に撃たれた後、俺は桐生さんに指示されて兄貴を病院に連れて行ったんです。手術が終わるのを待って翌朝病室を訪れたら、重体だったはずの兄貴はもう姿を消してました。俺宛ての置き手紙を残して。手紙、東京に逃げろとだけ書いてありました。 Yeah, we go back to Tokyo. Huh. でも自分には全く意味が分からなくて、兄貴を探して福岡の街をさまよっていたら、翌日青山代行が死んだという噂を耳にしました。しかもその青山を売ったんが森永やと。その瞬間、自分は兄貴に捨てられたんだって確信しました。So he lied to Kiryu about killing Aizawa. ずっと二人で一緒に這い上がってきた仲間なのに、どうして。そしたらお前は自分が捨てられた理由を知りとうて、森永の行方を追っとんのか。Something like 20 fucking star lines. そうです。でももうそれを知ることもできない。試合に勝てば教えてくれるって、あの情報屋の男言ったはずなのに、リングの上で人を殺すような男は信用できないなんて、ひどいっす。森永の兄貴も、もうひどいっす。Holy fuck。兄弟を捨てるなんて、俺には信じられない。くだらんな。今なんて。くだらん言うたんや。No, 俺らの世界の兄弟の絆っちゅうんは、ガキの好き嫌いを言うとるんとちゃう。そんな、俺だってそんなことくらい分かってます。でも相沢言うたかお前。はい、相沢まだ体動かす元気あるか。 Wait, what?Are we gonna fight? The tiger. もう一遍這い上がってこいや。相沢、俺に勝って森永の居場所を突き止めろよ。森永、森永に追うて、それでも気持ち収まらんかったら、そん時は思い切りぶん殴ったればええ。西島さん、嘆くんもええ、悲しむんもええ。せやけどな、兄弟が間違うた道進んだ時、それを引き戻したるのも兄弟の務め。Yes.
さあ、来いよ、アイザワ。Objective lose. Hi. Steel cage. Yeah. Iku de. Aizawa. Ooh, oh shit, ow, ow. Masato Aizo. Oh, I'm actually fighting, okay. Ah! Jesus. That's like 3 concussions already. Yeah, we go. Yep. Boom. Bulldog. Boom. I love it. Fucking love it. Too easy. And the blood splatter after. Dead. お前の兄弟への気持ち、本物のようやな。やったら最後まで信じたれや、森永のこと。おお。大事なんは兄弟に捨てられたかどうかやない。要は自分がそいつを好きでいられるか、それだけ。そうします。フォレスト。Yes. 最近の闘技場の戦いはつまらない対決ばかりだったからな。今日は数年ぶりに血が騒ぐような戦いを見せてもらったぜ。Wait, I just squashed him. What do you mean? いいものを見せてもらった礼に、今日は特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。Damn. 本当ですか？ああ。だが現実とは非常なものだ。お前にその現実を受け入れられるだけの勇気があればの話だ。Do we have the courage? どういうことや。どうだ。お前は知りたいのか、アイザワ。はい。どんな現実が待っていようと、俺は兄貴の今を知りたいです。そうじゃないと俺。いつまで経っても、oh, in before dead. 一人で道を歩いていけない気がするから。わかった。話そう。森永の今の居場所、それは。カシネンズ。警視庁カムロ署地下2階の。で、おお。霊安室だ。He's dead. What?Okay, what the fuck happened? Chapter 2. A hidden past. Jesus.
オウミ。ダルさん。相変わらず声でけえな。現場で大声出すなって言ってんだろうが。すいません。で、なんだ。いや、ガイシャが手に持っていた拳銃なんですが、あの拳銃からガイシャのものとは別の指紋が。別の指紋？ええ、しかもその指紋なんですが、昨晩シバイラフ島で視察隊で発見された元搭乗会組員森永の殺害現場にあった指紋と一致しました。なんだと。で、その指紋、身元は割れてるのか。はい、ですが、これがちょっとゴロていうか、かなりびっくりっていうか。なんだ。いいから早く言え。はい、現場から発見された指紋はこの男のものでした。ん、これって確か今話題の芸能事務所の社長じゃないか。おう、四課から聞いた話では、芸能事務所社長というのは仮の肩書きで、本当は大見連合の現役幹部組員だそうです。うん、数年前から公安は彼のことをマークしていたようです。ついに裏の顔を見せ始めたってことですかね。こいつは今どこだ。公安の情報では、カムロ町、新カムロヒルズホテルに滞在しているようです。カムロ町にいるだ。Damn. So, who am I playing as? 中古とは、福岡も札幌も名古屋も、今回の絵裏で買い取ったのはカッチャン中古とか。間違いないようです。すでに勝谷会長以下、大阪工業の主力がカムロ町入りを果たしたとのことです。搭乗会は何やっとんのじゃ。いや、それがこれっちゅう抵抗もなく、事実上の無血会場だったようで、おそらく大阪工業と搭乗会の間で事前に何らかの取引があったやないかと。ほな、蒼天堀はどうなっとんのじゃ。ごく一部の施設を除き、ほとんど間抜けの殻だそうで。蒼天堀ぐらい欲しけりゃくれてやるっちゅうことか。後目に興味なさそうなふりしときながらやってくれるやないか。When he stood up, the violated. 何ぼさっとしとんねん。さっさとしたくせんかい。何のしたくだか。戦争に決まっとるやろが。わしらも東京乗り込む。勝谷の好きにさせてたまるかい。はい、ダイヤン。そうか、わかった。渡瀬の兄貴が動いたんだな。あ、いや、いい今さら動いたところでどうにもなるまい。それよりも、ジーザー県はどうなってる。そうか、God, I fucking can't believe this storyline。 これであとは役者さえ揃えばいよいよというところだな。That's also stupid. Like, one thing goes wrong and it all goes to shit, but everything goes right, obviously. And who's with him? すみません。これでもいろいろ忙しくてね。秋山。それじゃあ、さっきの件、お返事聞かせてもらいましょうか。秋山さん。Yes. Whoa, what the fuck is this? What the fuck? この金は？さっきのこちらからの提案を飲んでいただくためのものです。あなたがパクさんに貸した金3億、それに加えて迷惑料として2億乗せさせてもらってます。 Half a bill. Fuck me. 5億か。つまり Pulling out. これで日本ドーム公演から手を引けと。へえ、あさって予定している沢村遥のメジャーデビューコンサート、キャンセルしてもらえないでしょうか。ちなみに本件、イベンターとはすでに話がついています。チケットのキャンセルに関わる費用、その他設営などのキャンセル代などもすべて大阪芸能で負担することになってます。つまり、この金はまるまるこちらの懐に入ると。
どのように使われても構いません。あなたがすべて受け取るのははばかられるよ。今後の沢村遥の養育費にでも当ててやればいいでしょう。あんた、遥ちゃんを引退でもさせる気なのか？引退か。まあ今回のイベントをキャンセルすることになれば、業界内での悪評は高まる。自然と仕事は減り、結果引退に追い込まれるのは間違いないでしょうね。あんた、そこまでしてあの子の夢を打ち砕きたいのか？そんなことはない。だが今、沢村遥にあの場所でコンサートをされては困る。もし彼女があの舞台に立つようなこととなれば、最悪。いや、何でもありません。全部ビジネス上の話です。これ以上うちのティーセットと沢村遥の差を広げられたくないんでね。そのための布石というやつですよ。明後日のコンサートは沢村遥の代わりにうちのティーセットにやらせます。大阪芸能一押しのアイドルとしてドームで初コンサートをするというのもいい宣伝になりますからね。さあ、それじゃあ返事を聞かせてもらいましょうか。 No。 He just leaves。 まいったな。ん？俺はつくづくあんたのことが読めなくなってきましたよ、勝也さん。前にも言いましたが、あんたは演技派だ。しかも相当レベルの。でもね、どうしても俺にはあんたが根っからのワルだとは思えないんですよ。何を今さら。大阪で私がどれだけひどいことをやってきたのか、あなたは知ってるはずだ。ねえ、でもそれも全部あの金井ってバケモンみたいな男が勝手に突っ走っただけのことなんじゃないですか。大阪芸能の社長室で初めてあんたに会った時、パクさんの話になった。パクさん。俺はね、勝也さん、あん時のあんたの顔が忘れられないんですよ。顔？どんな演技もこなしてきた名優の一片のほころびとでも言うんですかね。あの時、寂しい表情をするべきだったはずのあんたの表情はどことなく悔しさと怒りに満ちていた。My hypothesis。ほらね、もっともっとあんたのことが知ってみたいと思うようになりましたよ、勝也さん。くだらない話はいい。返事を聞かせてください。当然ですが断ります。遥がドームのステージに立つことはパクさんの夢でもあるんだね。じゃあそのためなら大阪芸能、いや大阪工業を敵に回してもよいと。Yes。ねえ、もちろん。That was the station, nice。それじゃあまた。I'm sure Akiyama is not best for money. Have to head back to Sky Finance. Okay.Alright. One thing though. That's gonna be enough for today. And we're gonna finish this tomorrow. Sounds good? Because that sounds great to me. Jesus. So far away. And let's go to the middle.Ah, damn. Okay. Five to two. Okay. Oh. No. Why?Boom.
Oh, I dropped something. Totally, yeah. Alright, let's go save, and yeah. I thank you for coming, thanks for watching. Don't forget to watch the VOD thing you missed. Wait. Oh, damn. Rich bastard. Nice. Bye. Bomb. Rich bastard, so I'm getting money, right? Latin plate. Oh, that's actually money. That's a good amount of money. Another fight! Fuck off. Wait. Sub stories. Yeesh. No! Fucking spiked bat. You kidding me? Bonk! Ouch! Imagine getting hit with that. And then with this. That hurt. Yo, Wazzy gangster of hey Eddie. Well, unlucky for you, I'm actually finishing up for today. Yeah, I'm finishing up. Just going to the save station and yeah. No. Yep, that's it. Save. And yeah. Thanks for coming and I'll see you tomorrow, same time. I mean, I'll watch the VOD. Yeah, it's gonna be on Twitch and tomorrow on YouTube. Thanks for coming and bye-bye. Boom.